皆さんおはようございます。くまさんの YouTube 農業大学講師のくまさんです。今回は日本酒の講義の最終回です。ここまで5回にわたって日本酒について皆さんと一緒に勉強してきました。ここまでお付き合いいただき本当にありがとうございます。皆様からのご視聴激励をいただいて、なんとかここまでたどり着くことができました。そしてこれまでお付き合いいただいた日本酒の講義も今回がついに最終回です。今回は日本酒の重要な要素である水について勉強していくとともに、最後に日本酒について考察させていただきたいと思っています。それでは早速日本酒作りと水について見ていきましょう。日本酒の主な原料はお米と米麹、酵母、そして水なんですよね。水がなければお米を蒸すこともできないですし、原料が混ざった液体であるもろみを作ることもできないですよね。少し脱線すると、ワインは水分を添加しないで作られるお酒なんです。なのでワインの味を決める要素は、これは良し悪しではなく、原料であるブドウと醸造方法によって決まるため、味を決める要素は日本酒より少ないんですね。一方で日本酒作りには水を使うため、水とても重要なんですよ。種水とも言われる仕込み水の他にも、お米を洗う水、お米をつける水、酒母に使う水、割り水などです。日本酒の成分の約 20% はアルコール、糖分、アミノ酸などですが、残りは水なんです。そのため、名水あるところに名酒ありとは、仕込み水の水質が酒質に影響することを表した名言です。京都は盆地の地下に琵琶湖に匹敵するほど巨大で豊富な水量の水がめが蓄えられていることが明らかになっています。また一時は伏見をしのぐ蔵元数を誇った洛中でも、やはり仕込み水に恵まれているそうです。それでは日本酒作りにはどんな水が適しているのでしょうか。そうですよね、一言に水といっても軟水や硬水と様々な種類がありますよね。基本的には酵母の栄養源となって発酵を促す成分であるミネラル、例えばカリウムやマグネシウム、リンなどを豊富に含んでいる水が適しています。そして鉄分が多いと日本酒の色合いが悪くなってしまうほか、風味に影響を与えてしまうため、鉄分が少ない水が適しています。ただミネラルについて言えば、水に含まれるミネラルが少なくてもお米からうまく溶かし出すことができれば問題ないそうです。灘の男酒、伏見の女酒という言葉があります。灘の水は宮水とも言って、以前一緒に勉強した政宗の時に出てきました。江戸でヒットした政宗というブランドの日本酒を作った山村太左衛門が1840年に発見した水、これが宮水でした。宮水は比較的硬度が高いため、発酵が進みやすく、後味の引き締まった味になります。一方伏見の水、これを五香水とも言うんですが、伏見の水は軟水で、ここで作られた日本酒は発酵が穏やかでまろやかな味に仕上がるそうです。灘と伏見って現在では二大酒どころとして有名なんですが、それぞれの水の個性が違うんですね。ちなみに今でも太田蔵元は兵庫県西宮市から神戸市にまたがる灘と呼ばれる地域、そして京都市の伏見に集中しています。日本酒の生産量を都道府県別で見てみますと、灘を有する兵庫県が 28%、 そして伏見を有する京都府が 18% を占めていて、2府県だけで日本酒製造量の約半数を占めているんです。そして両者の日本酒の個性と水の硬度による違いを言い当てた言葉、これが灘の男酒、伏見の女酒という言葉なんですね。ちなみに硬度とは、水に含まれるカルシウムとマグネシウムの量を表したもので、これらの含有量が多い水を硬水、少ない水を軟水と言います。ヨーロッパでは硬水が多いんですね。これは平坦な大地が広がっていることで、雨水が地中に滞在する時間が長いこと、そしてカルシウムなどの成分が多い石灰岩の地層が多いため、この2つの理由から水がミネラルを多く含んだ硬水になりやすいんです。一方の日本では国土の約 40% が火山性の地層で、この地層はミネラルが多くありません。また日本全土に広がる山は急峻で平野が狭いため、高地から低地への水流が速く、雨水が地中に滞在する時間が短く、地層のミネラルを吸収する時間が極端に短くなってしまうんです。そのため日本の水は軟水になりやすいんです。仕込み水に硬水を使うと輪郭のはっきりしたキレのある日本酒になる傾向があります。
灘の水、宮水の硬度は180程度でかなり高めなんですが、五香水の硬度は40程度です。日本中のうまいと評判の日本酒の仕込み水の硬度を調べると20から200まで揃っていて、硬度は高くても低くても美味しい日本酒ができるんですね。でもそこには個性としてはっきり現れるんです。はい、ということで日本酒作りにおける水について見てきました。灘と伏見で水の個性がだいぶ違いましたね。灘は硬度の高い硬水でミネラルが豊富で、仕上がる日本酒はキレのあるはっきりした日本酒になるんですね。一方の伏見は軟水でミネラルが少ないんですね。軟水で仕上げる日本酒はまろやかな味に仕上がるんですよね。灘と伏見、調べると有名な酒蔵がたくさんあります。灘には大関や菊正宗、伏見には木桜や月桂館など一度は聞いたことのある酒蔵がひしめいています。特定の銘柄を PR するつもりはありませんが、それぞれの地域にどんな酒蔵があるのか、そしてそれらがどんな個性を持った日本酒なのか調べてみると面白いと思います。はい、ということで日本酒の講義もここまで多くのことを勉強してきました。いよいよまとめになります。まず純米酒や吟醸酒といったよく耳にする用語を解説させていただきました。純米酒はお米と米麹と酵母と水のみで作られた日本酒でしたね。純米酒と呼ばれない日本酒には醸造アルコールというアルコール度数の高い液体が加えられていました。でも醸造アルコールは決して水増しのために加えられているのではなく、醸造アルコールに溶けやすい日本酒の香り成分をしっかり液体に移すため、つまり品質向上のために加えられているものでした。一方の純米酒は醸造アルコールを加えていないため日本酒の味が濃く現れるんですよね。リッチとかフルボディなどと表現される日本酒が多いんでしたよね。そして吟醸酒ですね。吟醸酒はお米の 40% 以上を削った日本酒、大吟醸酒は 50% 以上を削った日本酒でした。吟醸酒も大吟醸酒も酵母の餌となるタンパク質やミネラルが多いお米の表面が削られているため酵母のストレスとなるんでしたよね。これによって酵母が頑張って発酵することでバナナやリンゴなどフルーティーな香りが生まれるんでした。そして吟醸酒や大吟醸酒は近年人気が高まっているんですよね。そして第2回目の講義では麹と山田錦についても見てきました。日本酒作りではお米のでんぷんから糖に変えるプロセスと糖からアルコールに変えるプロセスの2つからできているんですが、前者であるでんぷんから糖に変えるのが麹菌でした。そして麹菌をお米を使って培養して麹菌の塊としたのが米麹でしたね。そして山田錦は日本酒作りにおいてお米に求められる2つのポイントを見事に満たしたお米でした。お米の粒が大きいこと、そして麹菌の住処となる細かい隙間が多いことでしたね。このポイントを押さえていたため山田錦は開発から100年近く経った今でも日本酒作りに適したお米の横綱的な存在でした。第3回目の講義では日本酒作りのルーツと杉玉について見てきました。日本酒作りのルーツをたどると口上酒という奈良時代初期に始まったお酒に行き着くんですよね。日本酒作りはでんぷんから糖に変えるプロセスを麹菌が行っていますが、口上酒はこのプロセスを人間の唾液で行っていました。口上酒は映画君の名はにも登場していましたね。口上酒に続いて登場するのがビールのような製法のお酒でした。お米を発芽させたものを使うんですが、お米を発芽させることでお米に蓄えられたでんぷんを糖に変える製法でしたね。でもこの方法、後に酒蔵に麹菌が侵入して定着してしまったことで、この方法を使った日本酒作りができなくなってしまったんですよね。それによって麹菌を使った日本酒作りが始まったんです。人間の唾液やお米の発芽したもの、そして麹菌といずれもでんぷんを糖に変えるプロセスなんですが、お米からアルコールを作り出すためにはこの工程がネックだったんですね。そして酒蔵に飾られた杉玉についても見てきました。奈良県大宮神社の御神体は三輪山という日本酒の神様として信仰を集める山なんですよね。この三輪山にある御神木である杉の木、この杉の葉っぱを使って日本酒の醸造祈願のために作ったもの、これが杉玉の始まりでした。今では日本酒の醸造祈願のために杉玉は多くの酒蔵で飾られているんですよね。そして第4回目の講義では缶作り、杜氏、そして正宗について見てきました。日本酒作りで大切なのは冷ます工程でした。そのため寒い時期に日本酒を作る缶作りが江戸時代に定着したんですよね。
そして冬の時期に日本酒作りを限定した江戸幕府の方針も缶作りの定着には大きく寄与していました。缶作りが定着したことによって農村の農閑期にあたる冬の時期に農家の皆さんが副業として杜氏や蔵人として酒蔵にやってくる文化も生まれたんでしたよね。杜氏は日本酒作りの責任者でした。古くは奈良時代初期に始まった口上酒の元締めである杜氏に語源があると言われています。このことからも口上酒は日本酒のルーツなんですね。杜氏は日本酒作りのプロフェッショナルで酒蔵も彼らの技術や知識に頼ってきました。でも昨今は後継者不足のため杜氏が激減していて、全国に1400以上ある酒蔵の多くは杜氏不在という状況になっていましたね。日本酒作りの形が大きく変わりつつあるんでしたよね。そして正宗ですね。正宗は灘地方で宮水と呼ばれる香水を発見した山村太左衛門さんが考案した日本酒のブランド名で江戸で大ヒットしました。太左衛門さんは清酒に響きが似ていることから清酒と名付けたつもりが、江戸の人々は訓読みで読んでしまい正宗という読み方で定着したんですよね。今でも150近い銘柄のなんとか正宗という数は当時の人気を今に伝えてくれていますよね。そして第5回目の講義では木元について見てきました。まず日本酒作りの工程を改めて詳しく見てきましたね。日本酒作りにおいてまずは米麹を作るんでしたね。日本酒作りに用いるお米の 20% ぐらいを蒸して麹室に移動して、そこに麹菌の胞子を振りかけるんでしたね。そして麹菌が発芽してお米に菌糸を伸ばして十分な発酵力を持ったもの、これが米麹でした。米麹作りに続いて行われるのが酒母作りですよね。酒母は日本酒作りに使われるお米の 7% ほどを蒸してタンクに入れます。そこに麹菌と乳酸と酵母を加えたもの、これが酒母ですよね。そしてこの乳酸を加える手法のうち、人為的に乳酸を添加して作る酒母、これが即成元でした。一方酒蔵に自生している乳酸菌がタンクに入り込んで乳酸を生成させる酒母、これが木元でした。木元作りでは乳酸菌がお米に到達して乳酸を作るまでに時間がかかります。でも時間をかけるだけの価値があるんでしたよね。木元作りで作った日本酒は辛口で複雑な風合いのある日本酒に仕上がるんです。そのため根強い人気があるんですよね。また木元作りはタンクの中で乳酸菌がお米に定着するのを待つんですが、乳酸菌の活動を手助けするためお米をすりつぶす工程があります。これを山おろしと言いましたね。とても重労働でした。そしてこの山おろしをなくして麹菌の分解能力に頼った手法、これが山灰仕込みでしたね。山灰とは山おろし灰仕元の略でした。最後の第6回目の講義では日本酒作りと水について見てきました。水は日本酒の味に大きく影響を与えるものでしたね。ミネラル分が多い香水で有名なのは灘地方でした。灘で作られる日本酒はキレのあるはっきりとした日本酒に仕上がるんでしたよね。江戸時代に江戸で一大ブームになった正宗も灘の水を使っていました。そして伏見の水はミネラル分の少ない軟水でしたね。軟水で作られた日本酒はまろやかな味になるんでしたよね。この灘と伏見の水の違いを言い表したのが灘の男酒、伏見の女酒という言葉でした。現在でも灘のある兵庫県と伏見のある京都府は日本酒作りの二大産地として知られていて、両者を合わせて日本における日本酒生産量の半分近くを占めていましたね。はい、ということで皆さん、日本酒について6回の講義にわたって見てきました。ここまでお付き合いいただき本当にありがとうございます。皆さんいかがだったでしょうか。結構発見の連続だったんじゃないでしょうか。私もとても勉強になりました。例えば今回の水の講義でも灘と伏見の代表的な酒蔵を調べる機会があって、あの有名な酒蔵は灘で、この酒蔵は伏見の酒蔵だったんだという発見がありました。そして少し深掘りすると知らないこともたくさんありました。私も日本酒について勉強するまで麹とか酵母ってそれぞれ何をしているのかさっぱりわかりませんでした。でも知ってみるとなるほどな、理にかなっているなと思いますよね。日本酒が3つの微生物、麹菌、酵母、そして乳酸菌に支えられてできているのってすごいことですよね。でも日本酒ってとても奥が深いんです。今回6回にわたって皆さんと一緒に勉強してきましたが、まだまだ奥深い技術や歴史たくさんあります。ぜひ皆さんも日本酒について調べてみてください。
その中で、あ、面白いな、日本酒ってこんな歴史があったんだな、ということたくさん出てくると思います。こうした学ぶ楽しさをぜひ知っていただきたいと思います。また日本には1400以上も酒蔵があると言われています。アルコールを強いるつもりはありませんが、日本酒に接する機会に様々な日本酒があること、そしてお米の種類や磨き方、歴史、製造方法、水の違い、こうしたものを意識しながら、ぜひ日本の伝統文化である日本酒、ゆっくり飲みながら理解を深めていただければと思います。そしてこのことがこれまでの日本酒の講義を通じて私が最も強く感じることなんです。日本には伝統文化と呼ばれる長年培われてきた文化がたくさんあります。日本酒もその一つだと思っています。日本酒、古くは奈良時代初期にまでそのルーツは遡るんですよね。そして麹を使った日本酒作りが始まったのは平安時代です。長い時間をかけて各地の食文化や慣習とも結びつきながら、本当に様々な日本酒が生まれ育ってきました。日本で暮らしているとこうした長い歴史と豊かな地域性がある日本の特徴は忘れてしまいがちですが、海外で暮らして帰ってくるとこのことを強く感じます。私は一人の日本人として日本の伝統文化をもっともっと勉強していきたいと思っています。そして感染症の拡大が収まって、以前のように海外の人が日本にやってきた時に、吟醸酒ってどんな日本酒と聞かれたら答えられるようにしておきたいと思っています。ということで皆さん、日本酒について6回にわたって勉強してきました。ここまでお付き合いいただき本当にありがとうございました。講義を通じて少しでも日本酒って面白いなと思っていただければ、私自身とても嬉しいです。日本酒について勉強したよ、ここをもう少し教えてほしいというコメントがあれば、ぜひコメントいただければとても嬉しいです。最後になりますが、今回の動画がいいなと思ったら高評価、チャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。次回もまたお会いしましょう。それではまた。